3代目 J ソウルブラザーズボーカリスト今井純一と戸坂宏美がお送りしている FM 横浜キープオンドリーミング、では早速 KOD 一番の人気コーナーやっちゃいましょう。はい、おみりゅうの電話でハッピートーク。イエイ、ということでこのコーナーですね、はい、まあ、実にシンプルでございます。KOD 宛てに送っていただいたリスナーの皆さんの相談お悩みメールを解決していこうじゃないかと、まあ、直接電話してですね、うん、解決していこうじゃないかというコーナーでございます。では早速メールをご紹介しましょう。はい、山口県にお住まいのラジオネームマリリンちゃん、マリリン15歳、いただきました。ありがとうございます。おみくん、りゅうじくん、こんばんは。こんばんは。 KOD 大好きです。うん、ところで私の学校で今度文化祭があります。はい、文化祭では合唱があるんですけど、うん、私のクラスの合唱曲が3代目の次の時代へになりました。ありがとう。すごい。でも低い音や高い音をうまく出せなくて、だからうまく出すコツを教えてほしいです、うん、なるほど。もしよかったらお電話待ってます。あとリュウジ君に愛を伝えたいですということなんですけども、すごい文化祭で、めっちゃ嬉しいですね。嬉しいですね。まあ、文化祭があるんですが、うん、ちょっとですね、あの KOD ディレクターの、まあ、小野口さんからの話によるとですね、うん、実は、うん、この文化祭もう終わっちゃってるんですよ。あ、そうなんだ。終わっちゃってですね、うん、歌のアドバイスはできないんですけども、うんうん、なんとマリリンがクラスで歌ってくれた、うん、次の時代がもしかしたらこうあるコンクールの一次審査を通るかも知れないという情報が駆けつけたので、今回その結果をちょっと電話して聞いてみたいななんて思っているので。すごいね、うん、バッチシのタイミングだ。そうですね、うん、で早速電話して聞きましょう。はい。お、マリリン、もしもし。もしもし。はい、こんばんは。キープオンドリーミングです。はい、3代目 J ソウルブラザーズ今井忠二です。はい、戸坂宏美です。はい、ということで、ハッピートーク当選しました。イエーイ、おめでとうございます。イエーイ。マリリンちゃん。はい、モンローちゃんだね。モンローちゃん、うん、いやモンローちゃんじゃないよ今あのメールを読まさせていただいたんですけども、はいはいはい、あの文化祭で自分たちの楽曲の次の時代を、はい、歌ってもらって、もそれがもう終わったんですよね。はい、終わりました。もう終わって、うん、あるコンクールのね一次審査を通るかもしれないみたいなこう、うん、曲を聞いたので、うん、今日はその結果を聞きたいななんて、はい、もう言っていいんですか。いいですよね。はい、お、あ通らなかったんですよあ、そうなの。はい、マジか。そっか、そっか、残念だな。いやでもね、うん、これ初めてこれ聞いた時めっちゃ嬉しかったです。本当になんかクラスで、うん、合唱とかでこう自分たちの曲歌ってもらえるなんて思ってもなかったんで、うん、いやありがとうございます。実際文化祭はどんな感じだったんですか、次の時代に立って。なんか他のクラスの人とかも、うん、めっちゃいい歌やねみたいな感じで言ってて。そうなんだ。うん、マリリンちゃんが提案してくれたの。はい、なんか多数決みたいなので、うん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 、いいよみたいな感じでギリギリで撮れたんだ。はい、はい、めっちゃ嬉しいな。嬉しい。今日あれですか、音源って。はい、あります。あ、音源あるんだ。あるんだっけ、その実際にね。はい、うん、文化祭の本番ってこと。練習のやつ。いや、練習です。あ、なんか本番撮れなかったんで。そうだよね、撮れないよね。うん、じゃあ今これ聞けちゃうのかな。かけてもいいですか。あ、これめっちゃ楽しみじゃないですか。楽しみ多分聞けると思います。いいですか。じゃあ早速、うん、お願いします。はい、はい、あ、聞こえる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 。めっちゃ感動した。うん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、マジで。いいね、いい感じだね。本当ですか。めっちゃいい感じ、マリリンちゃん。は
ださいいい感じこれ嬉しくないですか嬉しいちょっと感動したわ本当にありがとう選んでくれて、はい、感動したわ、はい、だって歌ってくれてんだよありがたいです普通に考えてありがとう歌ってる時めっちゃ泣きそうでしたいいあ そうなんだちょっとなんか嬉しいなそういうちょっとコンクールには取らなかったけどね、はい、すごくでもなんか思い出には残りました残りますめっちゃクラスのみんなも、はい、うんしかもあれだよねあのなんかその音源をうんなんかねうちのスタッフにね送っていただこうと思ったけど、はい、なかなか送れなかったりして、はい、なんか友達とかとね協力してもらって、うん、あかねちゃんあかねちゃんあかねちゃんとも協力してもらってあかねちゃんのお父さんもか協力していただいたりとか、うん、いろんな方が協力していただいて、うん、僕らにあの聞かせていただいたということで、うん、ありがとうございますめっちゃ嬉しいな、はい、いろんな方にお礼を言わなきゃいけないですね僕らはそうですねありがたいですあなんか聞いた話によるとダンスをやりながら歌ったのいやダンスと歌は別々で、うん、なんか同時に審査みたいなんかあそうなんだねダンス部門歌部門みたいな感じなのかなはいあそうなんだダンスはどういうダンスやったのダンス24カラットを踊ったんですよへえ民音やったんだ何笑うんですかいやすごいなと思って何やったのえ日本のドライブオブゴールドはい一番楽しいやつですへえそれクラス全員でやったんですかいや女子だけですあ女子だけだったんだあそうなんだ見てみたいな見たいな見てほしかったですへえ嬉しいですねめっちゃ嬉しいっすよありがとうございますなんかいやこちらこそですうんマリリンちゃんは今井さん大好きということではいあなんか書いてありますねなんか言ってみたらなんかもう結婚したいぐらい本当大好きなんです結婚かあと1年だね15歳だもんね、うん、今ねあ16から結婚できるっけそうだねじゃああと1年、はい、ちょっと待って、はい、あと1年ちょっと待ってくれるはい、うん、俺も待っとくからさあれ変な空気になったぞこれいやいや嬉しいですじゃああれだね学校頑張ってねはいありがとうございますちょっと次の時代へちょっと自分たちもまたなんかこう、はい、違う思いも込めて歌います、はいありがとうございます、うん、自分たちだけじゃなくていろんな人も歌ってくれてるっていうのも思いを込めてこれからも歌っていきたいと思いますので、はい、マリンちゃんありがとうはいあの最後にいいですかはい何でしょうあのおいくんとりゅうじくんと電話するのめっちゃ夢だったんでうんなんかもう本当ありがとうございますすげえめっちゃありがとうこちらこそ、はい、本当にありがとうはいあのこれからも頑張ってくださいうんライブとか来てねはいそうか最後にあのリクエスト曲ちょっと聞きたいんですけどなんかかけたい曲あるマリリンちゃん君とならあ君とならねはい、うん、じゃあまたメールしてくださいはいありがとうございますありがとうございましたありがとうじゃあねはいバイバイ多くの出会いがあった